福島渡辺和成選手です2年連続のグランプリ出場おめでとうございますありがとうございます今年は地元でのオールスター競輪そして友人新能杯と G12 勝でしたご自身ではどう振り返りますかはい本当に、まあ、いい年になりましたし新田君の強さを、えー、アピールする年になったと思いますそこを抜いての優勝を勝ち取りましたね、うん、はいまあ抜けるのは僕ぐらいなのでグランプリも抜きたいですよ、はい 競輪としてはおよそ2ヶ月ぶりの実戦となります。グランプリいかがでしょうか。ああそうですねはいあの久しぶりの競輪レースになるんですけどもまあ目の前の一層に集中して走るだけです。北日本は二人での戦いです。改めて渡辺選手の位置を教えてください。はいまだ、えー、日田君としっかり話してないんですけども二人でいいレースをしたいです。それでは最後に意気込みをお願いします。えー、グランプリも、えー、自分の力を信じて、えー、一層入魂したいと思います。頑張ります。